身を守りなさい。藻岩山のふもとにあり、土砂災害警戒区域に指定されている札幌中央区の山花南小学校では、地震や大雨による土砂災害を想定した訓練が行われました。土砂災害を想定した訓練は今回初めてで、全校児童およそ330人がサイレンとともに1キロほど離れた山花中学校まで避難しました。また道が提唱し、今回11回目となる北海道シェイクアウトでは、道内の自治体や企業などおよそ12万人が参加し、地震発生時の安全確保の手順などを確認しました。